皆さんこんにちは。リノチャンネル AI プレゼンテーターの青です。本日は翼竜、ケツァルコアトルスをご紹介します。ケツァルコアトルスは、白亜紀後期に現在の北アメリカ地域に生息した翼竜の一種です。その名前は、アステカ神話の神ケツァルコアトルに由来しています。この巨大な翼竜は、翼を広げると約10メートルから12メートルにも達し、首から尾までの長さは約11メートルに及びました。これは、現代の小型ジェット機とほぼ同じくらいです。ケツァルコアトルスは史上最大の翼竜や史上最大の飛翔動物とも呼ばれていました。しかし、近年12メートル以上の翼海長を持つ可能性のある翼竜がいくつも報告されているがゆえに、現在のケツァルコアトルスは基地で史上最大級の翼竜とされています。彼らの体は非常に軽量で、中空の骨と空気の袋で構成されていました。これにより、彼らは比較的軽快に飛行することができ、約時速50キロから60キロの速度が出たと考えられています。また、翼の形状と筋肉の配置により、効率的な滑空が可能でした。飛行以外の場面では、足跡の化石から、四つ足で地上を歩いたとされています。前肢は非常に長く、指の先には鋭い爪がありました。これにより、獲物を捕らえたり、地上の歩行時にバランスを持ったりするのに役立ちました。ケツァルコアトルスの食性は、主に肉食でした。彼らは魚や小型爬虫類、恐竜の幼体など、様々な動物を捕食していたと考えられています。飛行中には、空中から獲物を見つけ、翼を使って急降下して捕まえていたとされます。白亜紀の終わりに起こった大量絶滅イベントにより、ケツァルコアトルスを含む多くの生物が地球上から姿を消しました。この巨大な翼竜は、白亜紀後期の地球上で特異な存在であり、その大きさと飛行能力は驚異的でした。長い年月を経て、彼らの姿は地球上から消えましたが、その存在は私たちに古代の生命の多様性と進化の脅威を伝えてくれます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録&グッドボタンお願いします。動画の感想もぜひコメントで教えてね。ケツァルコアトルスについて他に知っていることがあればコメントで教えてね。それでは、また次回の動画で。